太平洋クラブファンの皆さん、こんにちは。太平洋クラブマシコ PGA コース支配人、そしてプロゴルファーの上田博です。今回も、マシココースの、攻略法について説明したいと思います。今来てますのは、3番ホールです。このホールは距離は短いんですけれども、見ていただいた通り左に池があり、バンカーもあり、そしてまたグリーンの手前にもバンカーあります。まず大事なのはティーショットです。まず最大限、左の池は避けたいところですけれども、そのためにはもちろん池を越える自信のある方は普通に打っていっていただいていいんですけれども、今度その先にバンカーがあります。そのバンカーと池の間にうまく打つ、もしくは距離の出る方はもうバンカーもすっかり越えていってもらえればいいんですけれども、かなり、距離が必要だと思います。その距離に関してはカートのナビに、その距離表示がされますので確認をしていただいて、何ヤード打てばその池を越える、何ヤード打てばバンカーに入る、何ヤード打てばバンカーを越えるということを確認されて、クラブ選択をされればいいと思います。で、池が怖くてとかそういうことを考えて、打たなければいけない方は、もしかするとティーショットを少し刻みも考えていいと思います。残り150ヤードぐらいまでを、目安に打っていかれれば、そんなに無理をすることもないですし、右に大きな木もあるので、どうしても右に逃げてしまうと、林に入ってしまうので、でそこから林の中からちょっと強く出しすぎて、池に入ってしまったりとかというそういうこともあります。ですから大事なのはまずティーショットをフェアウェイに、もしくは打てるところにキープするということがこのホールの、一番のキーポイントになります。ぜひ選択肢がいろいろあるんですけれども、よく考えて、このホールのティーショットを打っていかれれば、いいスコアにつながると思います。残り150ヤード地点のフェアウェイに来ました。ここからですね、もちろんピンは十分狙えると思いますけれども、問題は上りということと、あとグリーンの、真ん中左から、右サイドいっぱいまで、バンカーがあります。特に、右サイドに行けば行くほどバンカーが遠くなります。ということは、右の方へ、ピンが、切られている場合は少し大きめに打っていく必要性がありますし、ただその150ヤードですけれども、この距離がキャリーで150ヤードとかそういう距離が打てない場合、距離が出ない方、もしくは球が上がりにくい方はぜひ左サイドから花道狙いで打っていかれればいいと思います。左にマウンドがいくつか見えますけれども、そちらの方からのアプローチもそんなに難しいわけではありません。もちろんグリーンに少し傾斜はありますけれども、まずやっぱり最大限バンカーを避けていかれることがこのセカンド地点のおすすめです。残り100ヤードの、フェアウェイに来ました。ここに打てれば本当に最高です。バンカーも避け、ラフも避け、林も避け、池も避け、ですからここから、やはりパーオンをしたいところです。でグリーンの形状が少し右に傾斜しているので、ピンへ打っていった場合少しこう右にこう転がってしまうことがあるんですけども、100ヤードですからそんなにランもすることもないと思いますし、ただ、グリーンの面が少し高いです。ですから、見ていただいた通りグリーンの面が見えないことイコール打ち上げということを頭に入れて打たれればいいと思います。ですから、ピンが奥の場合はあんまり突っ込みすぎない方がおすすめですけれども、ピンが手前の場合できればもうピンの奥に乗っけるようなそんなつもりで打たれると、右のバンカーは最大限避けられると思いますので、ぜひそのように打ってみられたらいいと思います。グリーンに来ました。この3番ホールのグリーンは、左サイドの真ん中あたりに少しこうマウンドのような、形状になっています。でここのグリーンの、注意点というか覚えておいていただきたいのは、右の奥に向けて少し傾斜しています。ですから、左サイドから右サイドに打つパターというのは結構走る可能性があります。注意点は右の奥に向けて速いということを、覚えておかれればいいと思います。